細胞は古くなったらプロテアーゼという自分の細胞を壊す物質を作って自分自身も自爆に追い込みますこの現象をアポトーシスと呼びますががん細胞はいつまでも増殖しアポトーシスが起きませんがん細胞は正常細胞と異なり細胞が古くなっても新しくならずにいつまでも増殖します がん細胞は死ぬことを忘れた細胞といえますまた正常な細胞は壁が近づくと壁を認識して増殖がストップしますががん細胞はいつまでも増殖を続けます正常な細胞は壁を意識するセンサーのようなものがあり壁が近くなると細胞の増殖がストップしますがん細胞は センサーが壊れていて、いつまでも増殖します。どうしてこのような細胞ができるのでしょうか。食品の添加物に防腐剤があります。防腐剤を使うと、細菌の増殖を抑えることができます。防腐剤が作用するメカニズムは、細胞の分裂を抑えたり、細胞壁を作り続けることです。 そのために細胞が分裂しません。防腐剤を使うとがん細胞と似た性質の細胞ができるのです数々の発がん性物質がありがんの原因でもありますが防腐剤を使うことががん細胞を作り出しているともいえます日本人の2人に1人ががんになると言われていますが必ず原因があるはずです。 防腐剤もその原因の一つかもしれません。